よー。新庄くんだよー。今回は、ギルティギアストライブのランクマやっていくよー。前回はファウストとかポチョとか、初めて対戦するキャラが多くて、ちょっと戸惑ったけど、視聴者ちゃんがたくさん丁寧にアドバイスコメントくれてて、すごくありがたかったよー。今日はどのキャラと対戦できるか楽しみだよー。それじゃあ早速ランクマやってくよー。今日の初戦は暗示だよ。早めのバースト。風神からの下段昇竜拳。汗みだ。風神派生の中盤立てない。また汗みだ。投げるよ。ファーストするかな。したよ。この人かなり当てに使ってくるタイプみたい。街を多くしようかな。中断立てた。我慢。あれこれ暗示の昇竜拳に当たっちゃったのか。しまったよ。いきなり当てに、この人当てにかなり多めに使ってくるよ。昇竜拳。またクーブルに当てに合わせられた。端から逃げたい。ジェットディッパー。ファーストして、前ハイスラー当たった。壁割るよ。あーコンボミス。もう一回ジェットディッパー。対空昇竜拳からのロマキャンでダメージ伸ばすよ。開幕前ハイスラーを使用。画面端まで持っていけた。対空昇竜が空中バックス手でかわされた。投げからの強挙。端入れ替えて、投げて、チャージスタン、バーストされた。ジッパーで突っ込んで、ガードされたの見てから、ちょっと待って、垂直ジャンプで投げ誘って狩るよ。対空前 P エクラ。当てに確定だ。けどまだ全然体力差あるから、大丈夫だよ。連続対昇竜拳。よし。いい勝負でした。このプレイヤーちゃん、上から来ることが多いから、クーブルが噛み合ってるよ。端から逃がしたくないよ。位置入れ替えられた。玉抜けくる。投げが通って5形持続当て。クーブルに当てに。今の青キャンやってないよ。クーブル打ちたかったけどパナされた。新庄くんもパナすよ。昇竜拳ペーパースラストは裏までしっかり判定があるから、めくり気味でもしっかり落としてくれるよ。多分、ソルの昇竜だと同じようにはいかないよ。対空したいけどできない。端で熱水よ。やめてください。ガードさせて有利な前系が当てにされてるよ。風神の中断立てないよ。壁やられる。あれ新庄くんのジャンプが絶妙な補正切りになっちゃったよ。悲しみ。玉抜けくるくる多いよ。新庄くんこのくるくる読んだら、モーションをありがけに何か攻撃を当てるようにしてるよ。ディッパーに確定やられた。まあ、池に確定は攻めた。まだ大丈夫。ディッパー通って、ロマキャンで端まで運ぶよ。ラスト当たった。アイセバーしかないからこれで終わり。いい勝負でした。ジャンプ多いから開幕はジャン S 置こうかな。よし。昇竜戦、この人起き上がりに何か重ねるの多いから昇竜多めに打つよ。バースト使ってくれたよ。ロマキャンしたのにコンボ失敗。当て身よりで垂直したけど攻撃が裏に回っちゃった。おいしいよ。当て身よりでガンダッシュした後後ろに下がって投げすかに攻撃したよ。市民の容量だよ。狙い通りリーサルだよ。いたたた。風神下段派生ガードできた。端から逃げるよ。めんどくさいから昇竜拳。投げてフーブルで近づいてまた投げしけがりだよ。ああ、でも確定入れれなかった。フーブルカウンターヒットしたけどコンボ失敗。中段立てない。昇竜ロマキャンダスト。どっちもガードされた。鉄塔フーブル。対空前 P。中段立てない。空中バックスで下がりながら攻撃出すのうまいよ。ゲージ使って対空。あれ、相手のに当たっちゃってる。ぶち込んだけど当て身でなんかかわされてる。バースが入って風神からブリに見え。壁割られちゃうかな。端まで持っていかれたけどなんか助かったよ。 2S ジッパーおいしいよ。端まで運んで壁割るよ。あれ、固め継続のつもりがなんか相手に当たってるよ。鉄塔昇竜拳。いい勝負でした。対戦ありがとうございました。次は名護さん、名残ゆきはみんなコメントで教えてくれたから知らないキャラよりはまだ戦えるよ。こっちからはあんまり攻めずに相手の出血ゲージを見るよ。投げが早い。グーグルカウンターヒットおいしい。このまま壁割るよ。対空得たい。名残ゆきのタチエスかな。これとスタンディッパーの相性が良くて下をくぐれるよ。なんか間違えてこさんで壁割っちゃった。新庄くん出血ゲージちゃんと見てるよ。そろそろかな。出血溜まって爆発した。スタンディッパー差し込み。出血ゲージはマックスまで3本溜まると爆発して無防備になるんだよ。その隙を狙うっていうのを頭に置いとくよ。ラスト失礼します。破なされたけどまだ体力差あるしステージもあるからへ。こっちは焦らずぴょんぴょんしながらゲージを貯めるよ。よし、また、ニッパーが相手の突きに噛み合ったよ。バースト読めなかった。これちょっと負けそうかも。バスト通った、ラッキーだよ。このプレイヤーちゃん、ラスト2回も通ったから、上入れとかバディジャンプしないタイプかもしれない。崩しで積極的に出すと、振ってもいいかもね。名残力のこの連携について紹介するよ。この技は立ちガードできる上段の技なんだけど、ガードさせて5分だよ。だから回としてはガード後何かしら技を振りたいんだけど、名残力はこの後派生でバックステして出した技を潰そうとしてくるよ。でも、名残力側はこういう動きをしてるとあっという間に出血ゲージが溜まっちゃうから、そこを狙うんだよ。ほら、もう7割くらい溜まってるでしょ。もうすぐ爆発するよ。画面端のコンボ入れるよ。爆発したからジャンハイ差し込む。弾打って牽制しながらいきなりビッパー。ちゃんと暴れてくるね、このプレイヤーちゃん。帯電してないフーブルはガードさせて不利だからコパン暴れしてるんだよ。カイのことわかってるね。うわー、バースト。カウンターヒット美味しいよ。体力リードしてるから遠くから弾でチクチクするよ。あ、爆発した。間に合うかな。タンビッパー届いた。調整で長くなってよかったよ。心を精錬することだ。前行け。会話ゲージ50溜まったら適当にスタンディッパーで突っ込むのが強いよ。距離も長くなったし逆に強いよ。バースト読み、ラストで確定取りに行ったけどパニッシュって出てなかったよ。まあ当たったからいいか。起き上がりに重ねた前ハイスラが当たったよ。またあの連携だ。突進してガードされたらバックステしてこっちが暴れたのを突きで潰す。昇竜拳は当たってない。空分をガードしたら相手がちゃんとコパン暴れしてくるからボレないよ。相手が偉いよ。コパンで止めて。離されたけど読んでるよ。相手ゲージ100あったからロマキャンでフォローしてるね。ガンダッシュからの投げ透かしバックジャンプハイスラー人読みで決め打ち出すと思った通り通ったよ。この人きっと中段立つの苦手だよ。今回は私の勝利ですね。さっきと同じ名残雪使いさんとマッチングしたよ。投げが速い、最速投げを多めにする人かな。遠奥から牽制してたらジャンプしてくるから対空を意識して立ち回るよ。また最速投げ、昇竜拳遠すぎた。投げすかし全敗で相手釣られてないね。キン SS ハイスラスタービッパー強制で繋がるようになってて強いよ。壁割るよ。空分カウンターヒットしたけど裏に回っちゃった。コンボミス。でもなんか当たって勝てたよ。無理やりでごめん。また昇竜当たってない。打つのが早すぎたかも。ここまで体力差ついちゃったら結構きついよ。このラウンド新庄くん何もいいところなかったよ。次々。5番置いて、あ、ゲージないのにビッパー入れ子にしてガードされちゃった。お仕置きでめっちゃ痛いのもらってるよ。壁割られちゃった。体力差がかなりきついよ。5番で投げ止められた。ああ、もったいないバーストの発火出しちゃった。ダメだった。再戦お願いします。空分ガードしてコパン暴れされてる。空対空ジャンエス。このプレイヤーさん、弾をガードした後に前ジャンプしがちだから、それ読みのジャンエスだよ。また昇竜出すの早すぎた。前ハイスラ美味しいけどバースト吐かれた。前ハイスラ当てたい。空振るコースコパン押されてるから攻め継続できないよ。あれ、端から端まで連れて行かれた。対空うまい。上通った。近すぎてビッパー2段目当たってない。と読み決め打ち出すと立つの苦手っぽいね。軽率なスタンビッパーに確定もらっちゃった。バーストガードされた。開幕から6割もつかれたらきついよ。その話は読んでるよ。ジャストで確定。あれ、確定取れてないけど相手が立ててなかったから OK だよ。投げられた。放つよ。バースト入ってくれた。中段当たってくれるかな。あ、さすがに乱発したらわかりますよね。すみません。帯電させたよ。空分ガード後にコパン暴れしてくるから、それ読みの昇竜だよ。空分カウンターヒット美味しい。壁割るよ。ゲージもあるし体力も買ってるから大事にいくよ。ゲージ100あるから何でもできるよ。ビッパー通した。ゲージ使うよ。覚醒で壁を割ります。投げ読みバックステ。空対空ジャンエス。またいつでもお相手します。この突進ガードさせてからのバックステで暴れ潰しする連携、毎回アタッチャー出るよ。つなげだと起きた、チャージスタン重ねからの、と読み出すと、バースト読みだよ。鉄道ディッパー。暴れ倒しちゃったよ。鉄道に突っ込んで。新庄君の暴れ読み昇竜と相手の覚醒暴れが相打ちになったよ。暴走したけどディッパーが間に合わなかったよ。今のはダッシュして、ディッパーだったら届いてたはず。ウーブルが沖にやられた。コパンがたまたま当たって勝てたよ。台風昇竜、グーグルをガードさせてからの暴れ読み昇竜。なんか当たっておいしいよ。壁割るよ。体力差あるから遠くから球を打って、相手がキャンプしてきたらロマキャンで保険かけて台風っていう陰キャ戦法だよ。相打ち OK だよ。対戦ありがとうございました。やったー、上の階に行けるよ。10階に行くのは初めてだよ。ドキドキだよ。新庄くんちゃんと10階の猛者と渡り合えるかな。10階の初戦はイノだよ。イノは対戦したことあるけどまだよくわかってないよ。この、大木って技厄介だよ。S バンはガードさせてイノ振り。ハイスラバンはイノ有利ってつくけど、見た目がそっくりで区別つかないよ。ホバー中断立てない。弾重ねられた。昇竜拳。ロマキャンでダメージ伸ばされてるよ。イノは移動がホバーだから、いつもぴょんぴょんしてるねー。このラウンド負けそうだからせめてバーストは使わせたいよ。よし、バースト使わせたー。ミエスディッパーが噛み合っておいしいよ。たまたま勝てた感じだよ。この、置き攻めで弾重ねて中断されるの一生立てないよ。ケミカルで壁割られた。台風前 P 前 K で有利とって暴れ潰し。話読みでバック潰したけど当たっちゃったよ。ホバー中断立てない。うわぁ、大木で弾抜けされてる。この空中の突進技も急に出されると当たっちゃうよ。鉄塔に突っ込んでるけど、相手のガードがうまくて全部防がれてて苦しいよ。端から逃げるよ。この大木の攻め継続がすごくめんどくさい。コパン暴れして投げしか誘い推測したけど釣れてない。暴れ潰しミスした。キーバー話、読みでダッシュガードしたけど、相手ロマキャン使ってフォローしてるね。攻められるのつらい。投げられた。うわぁ。すみませんでした。最後の話は新庄君、めちゃくちゃ慌ててたよ。反省。ホバー集団絶対立てないよ。ケミカル長くて辛いよ。弾もめんどくさいよ。大木も辛いよ。それ立てないよ。そこで放すの？まあ相手体力あるから放し毒だよね。キャンで拒否したけど、あんまり見なかったよ。投げ方でもネタやったのにブラッシュされてる。昇竜出てない。入れ替えコンボ失敗した。走りすぎたよ。これずるい。足払いして弾重ねてすかしこま投げだよ。こんなん絶対食らうじゃん。実況で玉抜けできて勝てたよ。新庄くんさっき気づいたんだけど、イノの玉って、イノ本体に攻撃を当てると消えるんだよ。玉によっては、本体に攻撃当てても消えないものもあって、こういうの、発生保証って言うんだけど、イノの玉は発生保証がないってことになるよ。覚えとくといいかも。デュオ3、レッツロック。火事まで追い込んだ、このイノのプレイヤーちゃん、無駄な暴れをしないし、ガードがすごく上手だよ。中断立てない、壁割られちゃう。絶対ビッファーコンボミスもったいない。リバタ昇竜出た。相手ゲージあるからお布施めできないよ。話警戒してたけど結局離されて終わっちゃった。新庄くん、このイノの下に一生もできてないよ。イノってやってることは転ばせて弾重ねて崩して、っていう1回と変わらないことしてるんだけどシンプルに強いよ。前ハイすら当てたい。当たった。ガーッと吐かせたよ。弾抜けビッター。壁割るよ。体力リードしてるし適当に突っ込むよ。ガードうまい。よし、さっき新庄くんがやったのはスト5でよくやる前捨てバク捨てっていう一瞬前に出て下がって相手の投げを誘うテクなんだけど、うまく刺さってくれたよ。あれ、投げ重ねしようとしたけど逆に投げられてる。なんで？ラスト当たった。これ、大愛くらよりのかなしかな。ガードしたけど、貝がのけぞってるから確定ないのかな。相手のかなし毒かな。勝利権、すごく強かったけど、なんとか一勝できてよかったよ。視聴者ちゃん、頼りにしてるので、胃の対策教えてください。10階は怖いところだよ。この先もきっとすごく上手な人ばかり出てくるよ。動き遅いかと思ってた回ったけど意外に速い。その低空間の気判定強いよ。この設置技を盾にして近づいてくるのか。